どうも皆さんこんばんは、ゆうです。パワープルアプリやっていきます。ちょっとかなりね、久々のゲーム実況動画になるんですけど、ほんともう4、5年ぶりかな、パワープルアプリに関しては。ちょっとね、かなり忙しくて全然動画上げれてなかったんですけど、ね、ようやくちょっと落ち着いたので、今回、ゲノム高校ですね。はい、サクセスやっていきます。ちょっと今すごいですね。もうちょっと僕もパワープルアプリやってなかったりとかしてたんですけど、はい、今のこのインフレはかなりすごいなと思って、知り合いの方からこのデッキいいよとおすすめしていただいたのでね、ちょっとこのデッキでやっていきます。デッキは、キジタ、サンタ、ミオちゃん、滝上、ダリア、藤崎勝利で、バレンタイン、沢渡ですね。でサポートキャラに、滝内、キリル、サンタ社長、このデッキでね、ミート102、パワー151、総力106、肩101、守備は上限ありません。で、補給が101。この5上限でね、やっていきます。ちょっと守備上限がね、ないんですけど、まあ、パワー151の、上限なので、かなりこれでね、査定上げれると思うので、はい。まあ、このデッキちょっと安定してるんでね、かなりおすすめします。はい。で、まあ、Twitter とか見てたらね、XG 作ってる方やっぱたくさんいらっしゃるじゃないですか。まあ、僕の動画はね、無課金、美課金者向けの動画に一応してるので、まあ、XG ははっきり言ってね、作らなくていいと思います。てか、無理ですね。で、目指すなら UA ランクとかね、US ランク。はい。目指してやっていただければかなと思いますので、はい。最後までね、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではサクセスやっていきます。アンノーンエリアの香り、お酒にとってます。このね、最初のターンで、ほんともう、二人以上、いなかったらもうすぐタイブしてますね。やっぱ滝上がいることで、チームランクの、チームメイトのね、評価20上がるのがやっぱでかいですね。さあ、こんな感じで練習後絶対来いよ。OK。しかもラッパ、ナイス。まあ、こんな感じで2ターン提出が一番いいですね。で、アクティブエナジーかココナッツミルク。で、アクティブエナジーが最初にできたんで、もうすぐ取りました。この自己紹介もね、彼女キャラクターが最初に来るかどうかでかなり変わってきますからね。で、今、キジタのレアゲノムがあったんですけど、まあ、2人以上の方を優先しました。さあ、これで、ラブパ回復絶対来いよ、と願ってます。OK。まあ、これが来るか来ないか全然変わりますからね。これも運っすからね。こんなに運ゲーのサクセスはほんま初めてかなと思ってます。さあ、ココナッツ、ないってことは、筋力の方選んだんかな、今。だから、アンノーンエリア、アクティブエナジー、ココナッツ、バニラ。これ取り終わったら経験点ですね。もしくはタフネス、怪我率下げるやつですね。ナイスー。で、これで敏捷と筋力を抑えます。こんな感じかな。はい。行きましょう。これでまた練習後来てくれたらいいんですけどね。サポートキャラのね、練習後全然来ないからね。こんな感じでね。これがちょっと腹立ちますのね。さあ、また螺旋タック。青骨ないけど、踏みます。さあ、体力が厳しくなってきてる。ココナッツ来いよ。来ない。ってこと、アンノーン取るかな？はい。アンノーンレベルを上げます。さあ、いいとこ、いいね。これ、怪我、取るかな？さあ、怪我取ったことで 24% から 20%。OK、取った。これで、ナイスラッパ。ただ、体力がない。さあ、ここはね、守備、活性化使って、守備いきますね。で、怪我率下げて、怪我率をゼロにしてね、踏んで、ちょっともったいないですけどね、踏んで、ラブパ回復。これを祈りますね。こっちも強いんですけどね。はい。絶対ラブパ来い。あ、ラブパじゃない、練習後来い。OK、これ来なかったらやめてますね。タイプしてます。さあ、ココナッツ。ない。これでタフネスウッズですね。はい。これ言いにくいな。もうほんまね、ゲーム実況久々すぎてめっちゃ噛む。さあ、これ、
藤崎のレアゲノもあるんです。こっち行きますね。で、しおりもいるんで、しおりって言ったら仲の良さバレてまうな。さあ、これ2回目なんで、ちょっとローリング打法を被らないかが心配してます。はい、OK。藤崎は OK。うん、いいね。これで3種類かな。打撃の方に行って3種類。セク1の目安はだいたい2万6000以上かな、私の場合は。2万6000以上かつ、まあチームランクがね、あ、チームランクというか自分のこの、査定っていうかな。SS3 以上かなって感じで自分で決めてます。さあ、ナイスココナッツ。これで、まあ、取らないといけない3つのね、3種の神器、取りましたね。で、あとはもう経験点系。さあ、タックの方行くんかな？これどっち行くんやろ？タックの方かな？もうほんとね、セク1、セク2に関しては、本当に、その、アンノンエリア、アクティブエナジー、ココナッツマニラ、を取る、かつ、経験点系の香りですね。はい、この優先順位で、まあ、青骨ありの螺旋タックしか、まあ、主に、ミオちゃんかね、沢渡りの螺旋タックが、本当にね、鍵になってるかなと思ってます。はい、28,377 点。まあまあかなと思って続けてますね。はい、これ下でラッキーボーイ取ります。ナイス！ナイス！これいいね。これは素晴らしい。さあ。敏捷と筋力をさばきます。こうやってね、まあ、青骨の螺旋タックが来たら、ほんとね、まあテンション上がりますよね。まあ来なかったら、マジでもう腹立つ。何回僕もうほんまにもう、100人以上のね、パフォーマツくん、対応させてるんで。さあ。活性化がある。これはおそらく打撃で活性化使って技術精神がちょっと不足してるんで、これで補いますね。で、なおかつ、キジタのレアゲノムですね。これで筋力は、ほんま筋力はね、稼げるのはとことん稼ぎたいって感じですね。はい、ナイス、体力回復。こういうのほんまにね、ハマったらね、気持ちいいですね。さあ、これ、レアゲノムがあるけど、3色にしとんかな。さあ、さばいて、これでいいかな。はい。で、3色の方優先しましたね。はい、あとはもう経験点検をどんどん取っていきます。技術と敏捷っすね、あと。ほんまね、なんか、腹立つなって思ってるところはね、もう練習場所にね、一人しか来てないとか、まだ全く来てないとかね。まあ、あとはセク1の体力維持が本当難しくて、ね、無理に行った結果、怪我したりとかね。で、筋力、敏捷、または技術精神がめっちゃ過剰に偏ったりとかね。まあ、あと、青骨ら選択を意識しすぎて、友情イベント踏めないとかね。はい。まあ、ほんまにね、運ゲーやなと思ってます。ほんまね、今のなんか腹立つこと言ってね、一個でも当てはまったら、ほんまもうベッドにね、スマホ投げたりとか用意してたんでね。さあ、これはもう天才を諦めて経験点あげましたね。はい。筋力と敏捷がかなり偏ってます。経験点系が来なかったら、三種の、うん、臨床来ましたね。来てなかったら三種の方、レベル上げてますね。さあ、ローリング打法取ったか確認して。OK。かなり筋力と臨床が余ってますね。こういう時に、ダリア、もしくは滝神の、青骨打線タックが欲しいですね。滝神をね、入れない、こういうデッキとかもいろいろやったんですけどね、ほんまハマらなくて、もうストレスしかなかったですね。さあ、これは、ミオちゃんのレアゲノム、踏みますね。
トンボはね、極力本当にもう最終ターンでいいかなと思ってます。さあ、あと精神取ったかな。 あ、精神は取ったか。レベルを上げて、はい、はい、OK。これね、後付け実況してたら、やっぱあの告白、キジタの告白来てないやんと思ってたんですけど、来てましたね、ちゃんと。どっかで見落としてる。さあ、絶対これ大凶やねんけど、もう8割大凶やねんけど、俺だけこれ。なんか一人で神社行った時はね、正気事情やのに、彼女と行ったら絶対大凶引くんやけど。さあ、OK、これで新ローリング打法獲得ですね。さあ、ナイス青子2。オッケーオッケー、これはいい。もう敏捷はおそらくオーバーしてしまうと思います。もう仕方ない。ここでね、トンボ使うわけにいかないんで、ここは妥協して、はい、敏捷おそらく過剰に摂取すると思います。さあ、ココナッツのレベル上げた。オッケー、活性化。あ、これ打ちたいですね。打ちたいけど、敏捷が絶対余る。もう、格を上げまくりですね。はい。こんな感じで、いきましょう。まあ、筋力はね、余っても、まあ、いいかなって感じですね。出たー！もう、これよ。これ、イベントいる？これね、次、うん、キジタのタック行くん、キジタのタックっていうかね、キジタのいる練習に行くんですけど、これラッパつかなかったらもう、タイブしてますね。ラッパ絶対つけと願ってます。よし、ナイス。マジでね、一旦もう無駄にできないんで、このサクセスは。はい、セクに終わって8万1000点。これはね、だいたい7万5000以上で続けてますね。7万5000以上いかなかったらやめてます。さあ、これ刺激渋練習ですね。ただ、触ったりのいる、練習、レアゲノムこれで獲得します。こういうのはね、ほんとね、一回も起こらないサクセスとかね。で、かつ、青骨螺旋タックがずっと起こってるサクセスとかやったら、まあ、それは XG とかね、目指せると思うんですけど、やっぱそういかないじゃないですか。絶対どっかで激渋練習はあるんで、2、3回は絶対あるんで、更新してもこれ絶対あの筋力敏捷どうしようかなって思って振ってますね。はい、もう精神と技術がなさすぎてこんな感じかな。はい、行きましょう。マジでね、青骨ナイスやね。これね、多分ね、俺あのパワーの条件141やって151ってこと忘れてますね。違うところに技術を振ってしまった。さあ、ココナッツのレベルをこれで5ですね。これでマックスにします。さあ、精神1500ぐらい入ったかな。さあ、これも、これは総力伝習ですね。はい、もうパワーを151にしました。で、敏捷やっぱね、こうやって余っちゃいましたね。はい、行きましょう。これでダリアか滝神のタックが来たらね、補えるんですけど、もうここでね、あの海岸とかトンボめっちゃ考えたんですけど、めっちゃ我慢してますね。もうね、あの自動デートね、早い時はめっちゃ来るんですけど、お、これナイス。これは一番来てほしかった螺旋タックですね。青骨螺旋タック自動デートね、ほんとね、来るときめっちゃ来るのにね、こうやって、ハマってるときとかね、来ないじゃないですか。なんなんあれ。めっちゃ思うんやけど。さあ、何取る？多分、技術精神のレベル上げやばいなとか思ってるのかな。それか、アクティブエナジー。はい。アクティブエナジー、これでも、レベル5ですね。まあ、デートはいい感じで進んでますね、今回。さあ、これで打撃の活性化。はい、これで技術精神。
はい、もうどえらいことになってるからね、これできるだけその精神を使わへんと、コツをね取って捌くしかないっすね。もうこうするしかないな。はい、オッケー、行きましょう。さあ、友情骨もまあいい感じかな、進んでる方かな。はい、結構その2ターン提出できてますね、今思うと。もうやっぱね、サクセスやってる時はもう必死なんでね、こうやって後半に行くにつれてなんか青子つら選択のことばっかしか考えてなくて、こうやってね、見ながら実況しとったら結構2ターン提出できてるなっていう感じですね。さあ、これも結構いい感じですね。レアゲノムついて絶対2人以上いる。もう極力こういうね、体力回復のイベントは絶対選びますね。体力があっても、まあ、そのあたりの全レアイベントとかでも、冷静骨取って体力温存したりとかね。さあ、いいとこに来た。こういうのもほんまね、ナイスやね。体力が今回ね、うまいこと言ったのかな。さあ、これで3種類。3色。まあ、各集客調整も、まあ、バランスよくできてるかなって感じですね。まあ、集客だけちょっと、低いかな。さあ、精神。うん。やっぱ平均点系はね、取っとかないとやっぱ違うんでね。ちょっとでもやっぱ違うんで。さあ、これ活性化するんかな？しない。うん。デートめっちゃいい感じですね。これ理想的な、はい、デートですね。もうセク4で、ね、試合が始まるところら辺で、デートが余ってたりとかしたらめっちゃ焦るんでね。はい。ラブパ結構来てくれてますね。もうこのクソしょうもないイベント、ほんまやめてほしいな。さあ。藤崎のレアゲノム、これも3色で、はい、精神増えますね。これはレアゲノム結構獲得したんで経験点結構出ますね。これは辛いで精神かな。はい、はい、これ終わって138,000。おお、これすごい。138,000円は結構いきましたね。これもね、セックスさんやったら12万超えかな。目安は。はい。これはね、激渋練習ですけど、おそらく活性化して、不足してる技術を補うために打撃の方を言ってますね。はい。まあ、結果的にね、これ言ってよかったなと思ってます。二人以上いる練習あったんですけどね。はい。メイドと、伝説の方は、レベル4なんでね、あともう一個ずつですね。まあ、ツイッターとか見てたらね、ほんと XG 作ってる人すごいなと思うんですけど、やっぱ無課金、未課金の方はね、そこを目指さなくていいと思います。ほんと45とね、レベル45と50は雲泥の差なんで、まあ、気にしなくてね、まあ、UA ランクとかね、US ランク目指していただければかなと思います。まあ、私も無課金、未課金向きなんで、もちろん XG ね、作りたいなと思ってるんですけど、こんだけやってもね、作れないってことは多分無理なんやろなと思って、ほんま US ランク以上、目指してね。で、あとはもうパークエとかで、特に冥界トライアルでね、チームランクを上げて、まあ、装備品を強化して、自チームのチームランをね、上げていくのが一番いいかなと思ってます。まあ、私も冥界トライアルもね、最近ちょっとやり込んで、チームランク PG ランク達成したんで、かなりね、装備品が強くなって、今チームランクが J の28かな。はい、いってるんで。無課金、未課金でもいけるんでね、これが。さあ、やっぱ2人以上いるのが嬉しいね。これは、ミオちゃんの方行く。うわぁ、敏将やばいな、これ。ここら辺で、海岸使いそうやな。こんな感じか。さばけない。敏将さばけない。
あ、敏捷もね、筋力もちょっと余ってたら一番いい感じなんですけどね。さあ、この体力はピンチ。これどうする？デートしとったかな？諦めてデートする？諦めてデートしそうやな、これ。まあ、これはね、しない。これも一旦無駄なんですけどね。まあ、仕方ない。その代わり、ここで全員来てくれよと思ったんですけど、来ない。さあ、ダリアで、これで、メイドの土産。はい。レベル5ですね、コツ。はい、これ筋力。ただ、敏捷やばい。もう諦めますね。やっぱ藤崎、沢渡ですね。沢渡とサンタミオの青コツラ選択をいかに踏めるか。もうほんとこれですね。さあ、ナイスー。いいっすね、これ。これ素晴らしい。ただもう、敏捷やばすぎて、もうどうしようと思ってますね。これで海岸使うかな。あ、使わないのか。もう溢れることを、もう妥協していってますね。お、これ素晴らしい回復。精神欲しかったんで。うん。もう何回見ても行くとこないけどね。さあ、ここで海岸使います。もう敏捷と筋力。2回ですね。まあ、これは取るな。内閣室では取る。さあ、まあ、これも査定はそんな高くないけど、もう行きましたね。あの、鉄人とか、祝福の被りとか来たら嫌だったんで。さあ、行きましょう。うん。精神、OK。これはメンタルで体力温存かな。もう、7月2週目以降は、練習後ないんでね。もう基本的にもうこうやってメンタルがね、渋くなければメンタルいってますね。さあ、これで友情イベントはすべて、コツ5ですね。さあ、タック。4人、うん。4人っていうか、2人以上ですね。これどっち行くやろ。キジタの方かな。さあ、集客だけまだ100行ってない。これで100行ったか。はい。これはレアゲノムと、まあ3色意識して打撃の方行きましたね。フレッシュマリンとかもね、もうこういう時やったら取っていいかな。さあ、せめて2人以上。はい。どっち、敏捷かな、これは。まあ、ダリアのタックが来てくれたらいいなと思って、言ってますね。はい。敏捷がまだ2600あるけど、まあ、こんな感じかな。こんな感じでいいかな。トンボ使うんで。ヤガミがね、スターター持ちやったかな。あ、これナイス。これはないですよね。これガッツポーズしてますね、多分。ヤガミがね、スロースターター持ってるんでね、結構初回とかにね、点取られるんで、負けるときあるんでね、普通に。負けんなよって思ってますね。はい、さばいて、もう、これで、試合終わった後ね、ゲノムフレグランス来るんで、ここでトンボ使うかな。まあ、本当は残り1ターンで使うべきなんですけどね。もうこれ、さばけないんで、もうここでやるしかないですね。なんでゲッツーやねん。さあ、最後は筋力取って終わりかな。はい。で、ナイスタックやね。やっぱ活性化を打つときは、ほんまに、タック。またはね、もう3人以上のところですね。さあ、走塁と守備のタックなんですけど、おそらく走塁に行くかな。
これ一回各集客調整すべてさばいてどこが不足するかなって考えた結果、敏捷がね、敏捷と精神が不足してるんで、で、筋力もなくなると思うから、走塁練習の方行ってますね。悩んだ結果、はい、やっぱ走塁ですね。さあこれでまあこんな感じで、集客はねちょっと110いかなかったんですけど、まあなんとかねバランスは正直そこまで良くないんですけど、まあ、これでなんとかしのいだって感じですね。はい、まあこんな感じで、まあうまいこと言ってるんかはちょっと微妙なんですけど、まあ、ただハマった方やと思うんで。まあ、スタメン更新いけたなと思って。はい。まあ、よかったっすね。やっぱ XG の壁は厚いで。さあ、ちょっとね、セク4があんまり良くなかったんで、まあ、20万は超えなかったんですけどね。はい。まあ、20万超えたら US いけるんかなとか。まあ、21万超えたら XG 目指せるんかなって感じですね。このサクセスは。さあ、もう、敏捷がかなり余ってしまったけど、もう仕方ない。もうあとは。はい、もう、こんな感じで補ってますね。US2 は行きたいなって。気分屋も取りたくないけど取ってしまったっすね。はい、これで US2 ですね。はい、今回こんな感じですね。まあ、守備は上限なかったんですけど、パワー151で査定がかなり、高いって感じですね。あと、新ローリング打法も、滝神入れてることで、取れるんで。まあ、このデッキがね、まあ、今までやったサクセスの中で、もちろん、ゴブリン入れてる時も、ね、いい時はいいんですけどね。やっぱ、ハマらない時もあったんで、滝神、とね、沢渡り入れたデッキが、これが一番安定したかなって感じですね。まあ、1500ぐらい経験って余っちゃったんですけど。はい、これで US2 っていう感じですね。まあ、装備品つけたら US8 とか XG 付近まで行くんですけど、まあね、何もつけてなくて XG はね、目指したいんですけど、やっぱどうしてもね、限界があるんで、全部ハマらないといけないんでね。はい。まあ、今回こんな感じです。本当にご視聴ね、ありがとうございました。またね、まあ、いろんなデッキで試してね、まあ、結果が出れば動画上げていきたいと思いますので、またね、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いいたします。概要欄にね、Twitter と Instagram 貼ってますので、ぜひね、フォローの方よろしくお願いいたします。それではまたご視聴お願いいたします。ありがとうございました。